はい、こんにちは、カーリーです。今日はね、9月の25日です。今日はね、植物の生理細胞、超芽有性というものについてちょっとお話しします。ですね、これ、モロヘイヤなんですけれど、これね、これわかるかな？これなんかそうなんだけど、この上を切り、ちょん切って収穫してあります。で、そうすると、この脇芽、脇の方から枝が伸びるんですよ。トマトなんかもこういう風に伸びてくるんだけど、これがですね、上を切らないとどうなるかっていうと、ここにいた。これね、これモロヘイヤなんだけど、上を切らないとこういう風に上に1本伸びていって、葉っぱが茂ります。で、脇芽もあるんだけど小さいんですよ。で、これがね、上をちょきんと積んであげる。で、そうすると、この今までですね、成長ホルモンというもので植物って、成長の速さを決めたり、逆に抑制したり、してます。で、超芽有性っていうのはてっぺんにある芽が、育つようにですね、オーキシンかなという植物ホルモンの作用で、上にあるものがどんどん優先して成長するように出ます。ほんで、上にある芽を切ると、このオーキシンがですね、この次のやつらに行くんですよ。あるいはこいつらね。なので、こっちの脇芽の成長が促進される、成長が脇芽の成長が早くなるということです。なので、こういうモロヘイヤなんかだとね、上を切ってあげることで、今度脇芽がどんどん伸びます。そうすると、結果的にですね、こういう風に、こう、一本の、茎から、これ上切ったやつね、いっぱい新しいのが出てきます。こうするとですね、結果的には収量がこの方が増えます。なので、モロヘイヤとかバジルもそうですね、バジルもかなり代表的な、なんていうか、それは顕著に現れるんですけれど、まあ根元で収穫するんではなくて、上の方でちょん切ってあげると、次から次へとどんどん出てきて、収穫が長く楽しめるということです。ちなみにこれ7月の初めに種まきして、1ヶ月後ぐらいから収穫して、もうだから1ヶ月間ぐらいずっと収穫し続けられる感じかな。これね、無肥料というか自然農法で育てると、このまま食べても美味しいぐらいなので、非常におすすめです。夏にね、貴重な葉野菜になるのでね、この日はなんか育ってみてはいかがでしょうか。うまい。ちょっとね、これバジルですね。バジルもね、これ上を切るとどんどん脇から伸びてくる感じ。これ全部ね、上を切って伸びてきた脇芽です。この辺ね。かなり茂りますね。で、ほっとくとね、来年、種が落ちて、また生えてきますね。スイートバジル。オクラと枝豆を一緒に入れました、ここ。もう枝豆取っちゃった後なんですけれどね、ちょっとまだ残ってるんです。これね、枝豆。これまだ、これは実つきの悪い方ですけれど、結構できました、ちゃんと。どうやったかというと、です、80センチぐらいの畝に真ん中にオクラを巻くんですよ。で、その両脇に枝豆を巻くと。で、そうすると、最初はですね、ちょっと枝豆の方が成長が早いので、オクラの方がちょっと、徒長気味に伸びるんですけど、だんだんこれぐらいの高さから、枝豆これ以上伸びないんで、これぐらいの高さになったらもう、ズン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 と、このオクラですね。うちの赤オクラのバーガンディです。これが伸びていって、成長し始めると。で、オクラこの後ね、まだ10月いっぱいぐらいは取れるかな。で、枝豆として収穫したらこの脇がスッキリするんで、風通しも良くなって、よりこいつらの成長が良くなるという風に、混植ですね。混植のテクニック。混ぜて植える。この混植の場合は、土の中の栄養云々よりも、立体構造を優先しました。背の高くなるものと、脇に生えるものを組み合わせた例ですね。で、さらにもう一個組み合わせてみたんですよ。ここにある、つるむらさきね。で、これはね、ダメでした。正直ね、脇に枝豆が茂った上に、真ん中の上の方に、こんなでっかいオクラが生えちゃえば、もう光が届かなくなるんで、本当はね、こういうのを狙ったんですよ。オクラを支柱代わりに巻きついてくれる、ツル製のもの。だから、まあ、混植するのはせいぜい2種類ぐらいが良いです。3種類ぐらいになってくるとね、ちょっとややこしい。うん。です。インディアの3姉妹なんてあるんだけどね、カボチャと、インゲンと、あれ、トウモロコシ。これもね、なかなか難しいです、うまくやるには。かなり広めに取らないといけないかな。これはね、混植するにしてもちょっと狭すぎた。それでもね、割かしうまくいきましたよ。枝豆とオクラはね、おすすめです。
ちなみにいつ巻いたかっていうと、6月の14日に僕らも枝豆の種まきして、ほんで枝豆の収穫ができたのが9月の上旬なので、まあ2ヶ月半ぐらいかなです。でオクラはね、もう少し早くから収穫できて、種まきから2ヶ月、ぐらいかな、2ヶ月だと8月だからもうちょい早いわ、1ヶ月半ぐらいで収穫し始めることができた感じです。はい、以上オクラと枝豆の混食でした。